こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。渋沢と岩崎が手を組んだ東京会場設立物語。岩崎と渋沢ですか、うん、とにかく合わないじゃないですか。合わない。過去動画でもね出たでしょ。おっしゃってました。だからチームビルディングでも言いましたけども、はい、岩崎っていうのは自分が引っ張ってみんながダメでも俺が上げるんだっていう人、うん、渋沢は合本ってぐらいですから、うん、もうとにかくみんなでみんなを面倒見たりみんなでみんなのためにいいことしようよって人だから、うん、考え方が全然違う。水と油ですよね。水と油、本当にですからそういうのが青天を衝けでもどんどん描かれていくんじゃないかと思うんですが、はい、実はあまり知られてませんが、はい、渋沢と岩崎が手を組んでるケースもあるんですよ。へー、ね、はい、それがその東京会場の設立物語になるわけです。はい、東京会場ですか。東京会場ですよ。いや、大GMどうですか東京会場は。もう就活期になったら周りの友達みんな行ってました。マリン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 ってマリンですよ。ずーっと言ってました、マリン、ね、で今は東京会場日動傘保険株式会社っていうんですけども、はい、でどっかで言ったことあったり概要欄にも書いてありますが、はい、私大学出て最初に勤めたのは東京会場だったんです。そうですよ ね、 ね、はい、なんで5年間お世話になりまして、で東京マリンに決まったつにみんな西新井のプールだと思ってたとか、はい、夏は大変でしょって今ないんですけど東京マリンってプールがあったんですよ昔、はい、西新井にね。で夏は大変どういうかなと思ったら、はい、プールに勤めると思われてたとかいろんなことありましたけども、はい、現在の東京海上日動傘保険株式会社合併して2004年からですが資本金だけで1019億、連携従業員28,429人、単独では売上2兆1283億で純利益これ単独ですが3016億。うわ、大手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 、俺もいたのに悪いけど大手ね、という会社を実は渋沢が作ったんですね。へえ、はい、でも今三菱系なんですよ。これも含めていろんな話をしていきたいと考えています、はい、で実は事の起こりは明治8年、はい、この時に岩倉とかから、はい、家族、はい、いわゆる華やかな族ですね、はいはいはい、家族の資産運用を考えてくれということで渋沢を中心に井上薫と前島密か、前島なんて当時官にいるんですけれども、はい、それが家族の26名の資産運用を頼まれます。すげえ。ですから殿様でお金を持ってるしいろいろやっていきたいけどビジネスも思いつかないし、うん、いろんないい感じでやってくれてお金を増やしたいというリクエストだったんですね。で相談してなんとまだ最初ですから鉄道を作ろうよってことになったんです。あ、そうですね、インフラで、ね、そうインフラ、はい、で通ってないから上野から青森までって説もあったりいろいろする中で、はい、その高島嘉右衛門っていう有名な横浜までその鉄道を通った時土地をこうたくさん出した人を横浜の商人を巻き込んで、はい、いろいろ鉄道のことをやっていこうよっていうことなんです、はい、高島駅団っつって、うん、いわゆる占いでも有名な人ですね、うん、高島嘉右衛門で。そうやっていったところ明治9年になって、はい、まあ、銀行やらいろいろ制度が変わったもんですから、うん、いきなり家族の人たちがお金払えないって言うんです。うわ、でその間、はい、なんと、はい、高島の努力で、はい、今も普通に鉄道になってますが京浜間、はい、東京から横浜までの鉄道を払い下げてもらう計画でもう認可もほとんど通ってたんですよ。すごくないです、そこを通ってんのに、はい、払い下げてもらうって話まで持ってったんですよ、はい、そこへ持ってきてお金払えないって人が出てきちゃったんですよで明治11年になって仕方がないんです、はい、その間に国立銀行を作ったりいろんなこともやったんですが、うん、結論は渋沢が海上保険をやる会社を作ろうって言ったわけです。で二為替って言って、はい、当時はその江戸時代までのお米を作ってたものが都心に回らないわけですよね、前は藩で終わっちゃった、うんうん、で物流を整備する過程だったので、うん、商人の人はお米が取れるところまで行ってそのお米を担保にしてお金を借りて、うん、それで船を運んで商売をしていたわけです、うん、でそれで船沈んだらどうです
もう倒れますよね、はい、なんで会場保険が必要になってきてたわけです。そうしないとトラブルのもとですよね、はい、かといって会場保険だって適当にやっちゃって沈みまくったらどうです今度は。もう最悪ですね。だからちゃんとしたものを作んなきゃまずいわけですよ、はい、で会場保険をやりましょうよっていうことになります。ところがそこで聞くには岩崎がその前にやろうとして届け出を出してたんですって。うわすげえ、ね、ところが渋沢は大蔵省なんか勤めたからビシッとしたものを出せるわけです、はい、井上や前島もいるわけですしちゃんと出せるわけです、うん、ところが岩崎の出したのは却下されてたんですね。お何が原因か知りませんが、はい、そこで明治8年の岩崎のどん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 やってきた中、渋沢は明治11年に、はい、なんと岩崎に頭を下げます。で、なんで要するにだって岩崎がやろうとしてたもん渋沢がやるから。あで岩崎はイエスと言うんですが、はい、条件があると。うわ条件があるみたいな。で渋沢も岩崎も発起人に入れろ、うん、入ってないんですよ渋沢は。そういう企業の作り方しませんから、うん、それで2人を相談役にさして、はい、株の3分の1を持たせろと。うわ結果渋沢はイエスと言います。あで、まあ、その間これ明治11年なんですが、はい、これ手を組む話になってくる流れで、はい、一方ではじゃあ岩崎と渋沢の対立はどうだったのかも知っておくといいですね、うんうんうん、これ晴天をつけては結構やるんじゃないかと思ってるんですが、はい、この明治6年ぐらいに最初三井とか政府系の船会社もあるんですが、うん、その時岩崎なんてボロい船ちょっと持ってるだけなんです、うん、ところが政府の言うこと全部聞きますっていう。だからしがらんでるその昔からあるビジネスマンが、はい、いやーとか言う中はいって全部言う。で当時海運って基本政府の命令でできていたので、はい、そこで岩崎急激に台頭。で明治8年ぐらいから岩崎は本格的に船を買うようになり、明治10年の西南戦争でバンバンに協力、はあ、もう株上がりまくり。そうやってるうちにいろんなところでその海運をやるわけですよね、うん、でそれで渋沢と三井はずるいじゃねえかと、うん、独り占めだろお前政府にうまいこと食い込んでってことになって、対抗する会社を作って明治15年には共同運輸という政府の出資もうまく取り付けたライバル会社を作るんです、うん、で大体明治13年から岩崎が亡くなる18年、ま、ぐらいまでの5年間、もう恐ろしい競争、歴史に残るぐらい、まずもう価格そっちのけで普通のの10分の1ぐらいにしちゃうのダンピング。だからもう何が何だか分かんないわけ、はい、単なる相手を潰すためだけにお互いやってるみたいな。で船は共同運輸のが良くて三菱の船のが古い、はい、と三菱は違法にスピードを上げちゃう、危ないでしょって。だけどそうしないと共同運輸に負けちゃう。しかもどっちが始めたか知らないけど、はい、わざと同じ時刻に出すんです、同じところに向けて。でどっちが早いかってやるわけです。非常に危険、チキンレースですよね、もう企業同士の。もうだけど三井と渋沢も降りないし、だから渋沢も意地のある男ですから、これ渋沢本当に噛んでるんですよ、うん、で岩崎は岩崎で絶対降りねえっていうタイプじゃないですか、うん、でもずっと戦い続けて決着は18年に岩崎の急死ということで、そこで政府が仲介に入りまして、日本郵船という今もある大手の船会社ができます。でこれも共同運輸中心の合併だったんですけども、ここも三菱はうまい、知らないうちにどんどんこう三菱の人たちが中心になっていってるんで、日本郵船も今では三菱系になってるんです。ここまでを踏まえて、はい、東京会場に関してもお殿様たちがお金出したんですよね、うん、で岩崎は3分の1出させろっていうわけですね、うん、ところが中心人物は渋沢ですよね、うん、まあどっちかというと三井まで言わないけど三井に近い渋沢が作りますと、うん、いうふうにして、明治12年の8月1日にその東京海上保険会社が開業します、はい、でさっき申し上げたように栄一と岩崎が相談役になります、はい、で後に栄一はうまくいかない時もあったので、明治21年に取締役になって、70歳で明治42年に辞任するまで東京海上の取締役は務め続けます。っていうことは多分
渋沢からするとやっぱこの岩崎とのしがらみっていうのがあって、うん、しかもこの会社に関してはお殿様のお金だったって以前に渋沢が岩崎に頭を下げて手を組んだという非常に貴重な例なんですね、うん、でこれも日本郵船と同じように最終的には三菱側の人がどん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 入って三菱の人たちが中心になることによって今では東京会場も三菱グループということになっています。ところが僕勤めたことがあるからあれ なわけじゃないんですけれども、はい、実は東京会場の本社は、はい、東京駅の丸の内口から皇居に行くまでのところの一番いいところにボンって立ってるんです。へえ、ね、はい、でその向かい、はい、日本郵船なんです。うわ、ですから三菱グループと言いながらも三菱グループも本当に尊重した会社だってことが分かりますよね、うん、ですから、金曜会って言ったかな、僕広報部行った時に、はい、三菱系の人たちに言われたんですけれども、はい、まあね、ニコンとかその東京会場とか日本郵船とかは三菱系だけど別格だからねとか言われてだけどな、平成になってからそんなこと言われてもって当時思いましたけども、はい、まあ私広報部にいたことがあって、はい、そんな話もあったりしました。でも三菱も財閥になって今でもいろんな三菱系の企業がありますし、うん、渋沢はどんどん作ったけど渋沢の名前は残っても、うん、渋沢はそういう自分の会社にはしていないので、うん、今渋沢倉庫ってとこだけが渋沢の名前を冠して残ってて、うん、それ僕東京会場の時担当しましたね。へえ、うん、渋沢倉庫っていう倉庫会社が今でもありますが、まあでも渋沢はあんまりそういうことしないわけです、うん、第一国立銀行もどんどん合併して現在みずほ銀行に合流しているわけですから、まあ渋沢っていうのは独占しない、みんなでみんなのためのことをやろうよ。岩崎は逆に執念を燃やしてやったものの、三菱グループっていうものは財閥としては戦後ね小さくなったものの、その伝統としては今も息づいていると。で東京会場や日本郵船のようなものはこれが岩崎と渋沢が戦ったものと手を組んだものっていう非常に珍しい2つの会社になっているわけですね。まあこんなことも、知っていただきながら、これからの青天を衝けで岩崎も出てきますし渋沢も実業として活躍します。ね、五代も言ってた通りビジネスが地味猛烈で本当にとかありましたから、はい、そんな中明治のまだ形もできてない時代に全く逆でやったやはり英雄たちなんです、うん、そんなことも今回の動画でしみじみ感じていただければと思います。今回は大 GM と一緒に渋沢と岩崎が手を組んだ東京会場設立物語をお送りしました。では次回の動画でお会いしましょう。それではケロヨーン。